はい、こんばんは。火曜日の8時半になりました。新潟ポンデリングの時間です。今日もですね、ちょっと緊張しています。私はね、すごく緊張してるんです。隣にね、すごく美しい、ね、方に、座っていただいておりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先週ですね、出ていただいたのが、なんとパトちゃん、フランスから来ていただいた、パトリック・ジュレさん出ていただきましたが、そのパトリック・ジュレさんからのご紹介で、今日は、中国からこの春ですか、新潟大学。そうですね、4月です。4月、今年の4月です。このね、春に新潟大学に来て、今日本で、ね、勉強を始めて、この方が今日のゲストでございます。それじゃあ、自己紹介をお願いします。皆さんこんばんは。中国から来たリュウムーンと申します。みんなムーンで呼んでください。ムーンさん、お願いします。わ、よろしくお願いします。ムーンさんですね。そうですよね、時々みんなの月さんと呼ばれることもありますけど、正確にはムーウンなんですよね。あ、そうです、ね、伸びる音じゃなくて、みんなムーウン、ムーンになるんですよね。そんな感じ。ムーンさんは中国からこの4月に新潟大学の方にそうですやってらっしゃったと。なぜまた日本の、それもまた新潟大学に来ようと思ったんですか？ああ、そうですね、日本に来るのはちょっと偶然だと思いますけど、偶然。そう、偶然、本当にアクシデントリーってやつですか。実は中国の入学、大学入学試験の時、はい、自分の専門が、日本語を選ぶのが、これも偶然でした。あ、そうです。中国では日本語を専攻して、そう、2年間か。あ、勉強されてた。今までは3年になりましたけど、中国では2年半くらい勉強してきて、そして4月新潟に来ました。ということは中国で2年しかその日本語を勉強してない。でもこれだけペラペラ喋れる。いや、まだまだですよ。いや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 、とんでもないとんでもない。僕ね、この間のパトリックさんにもびっくりしたんだけど、本当にやっぱりその国に行って使うっていうのがね、やっぱりどれだけ大事なんだろうかなって、ものすごく大事なんだなっていうことがね、よく分かりました。いや、すごい、本当に日本語上手で。まだまだです、今勉強しています。ということは今新潟大学では日本語を専攻している。そうです、日本語専攻。具体的に今どんな勉強をしてるんですか、日本語の。日本語の勉強は、実は授業では、例えばリスニングとか文法とか、文法、ね、今も、ちょっと少しずつ勉強していますけど、でもやっぱり日本人と実際にこう、コミュニケーションして、この進歩ができてよかったと思います。そうだよね、やっぱり使わないとダメですよね。あ、そうですよね、使わないとね。でもその偶然に日本に来ることになったと、それは今の話だと大学入試の時に日本語を専攻することを決めて、そしてまあ、じゃあ国に行って勉強しようかっていう時に日本に行こうということになったわけですよね。実は私の友達、留学日本で留学している友達はみんなこの前計画してきまして、そして日本に来ました。はいはい、私は来る前は全然日本に行くということが全然考えたことがありません。なかった。ああ、そして偶然に、この機会があってすぐ決めました。へー、決断力があるんだね。もう直感的に、あ、行こうとかいう感じですね。という感じです。へー、すごいな、行動力っていうかね、決断力があって。それで不安はなかったですか、日本に来るっていうので。日本のイメージとか、日本ってこんなところなんじゃないっていう、なんかあったでしょ。日本のイメージというの、なんか大体は新聞とか、テレビとか、なんか日本が綺麗な、そして、みんなが礼儀正しいなという感じ。でも実際に来て、なんかいろいろ実感して、本当に素晴らしいと思います。ありがとうございます。この間ね、パトリックさんも言ってたけど、すごく優しいんだっていう話をして。 そうですよね、その辺どうですか、優しいと思います？本当に優しいです。特に、多分みんな留学生でも、みんなそんな経験があります。道を聞くということ。そう、道ね。そう、私はなんか本本師とも言えます。
方向音痴、方向音痴ね、方向音痴そうかそうか、いつも道を迷っています、ね、そしてあの道を聞くときが、うんうん、そしてあの知らない人に対しても教えるだけではなくて、時々なんか案内しようかと言われて、あ、優しいなと思います、うんうん、さあそれで、まあ、日本に来てまだ半年、ただこの半年ね、うん、ちょっと話聞いたらすっごい充実してたでしょ。充実、ああそうですよね、充実した毎日です。もうねすごいですよ、これからね写真をお見せしますけどもうね、あっち行ってこっち行ってね、楽しいこといっぱいしてますよ、まあ、せっかく日本に行きますので、うん、なやっぱりいろいろなところ行って、旅行とか、うんうん、たくさん経験したいと思います、うん、それで、今のところその充実した日本の生活を送ってるんですけど、この日本の新潟大学では何年間勉強されるんですか。あ、1年間だけです。1年間だね。そうすると来年のもう春には帰国されるわけだ。あ、ちょっと悲しいですけど。悲しいですね。あと 、うん、あと半年しかないですよ。半年しかありません。中国はどちらの出身ですか。貴州省です。貴州省、南の方です。南の方、じゃあ比較的暖かい暖かいですよね。うん、そっか、中国もね広いですからね、もういろんなところやっぱり気候も違うし言葉も違うでしょ。そうです、すごく違います。なんか、うん、隣の町でもなんか、うん、お互いに分からない場合もあります。分からないことあるそう、まあ、日本も方言とかありますけどね。あ、関西弁とか、関西弁とかじゃあ、ちょっと写真を見ながら話をしていって、はい、お聞きしたいと思うんですが、今こちらに写っておりますのが、これは、なんかすごいね、綺麗な写真ですけど、夕日本当に綺麗ですよね、うん、これは日本に来てすぐぐらいの写真というふうにさっきお聞きしたんですけど、新潟があの 辺、うん、海 の、 あの町ですので、うん、ここに来てすぐなんか海を見たいなと思って、そして海辺に夕日の見るために行きました、うん、超綺麗ですねえ、まあ、僕らはね毎日は夕日がね沈むでしょ。贅沢です、いやその代わり朝日は昇らないんですけどね今リュウさんが通われてる新潟大学の海沿いの道は日本海夕日ラインといって、あ、夕日をいつも見れるその県道っていうかね、通りになって、とても素晴らしいと思います。うん、いいですよね。私も新潟の夕日をものすごくいいなといつも思うんですけど、うんうん、この1年間はもう夕日を満喫していただきたいと思っているんですがさあ、そして、次の写真を見ていこうと思うんですけど、はい、次はこれ、お、桜がこれそうですよね。これはあれですね、ツバメの分水のあたりかな。これは白山公園で、白山公園か、そうです。これは白山公園の、いやこれは皆さん留学生の方ですか。あ、そうです。へ、日本人の友達が連れて行って、うん、本当に桜の様子満喫しました、うん、いやいいね、素晴らしいです。どうです、桜綺麗でした。白山公園の綺麗です。うん、前方たテレビ見ました、うん、ネットでとか見まして、うん、今回は自分の目で見てびっくりしました、うん、やっぱり実物はいい。そう、実物がいいですね。日本人は桜をめでるというかね、桜を見てわー綺麗っていうよりもその下で酒飲んだり騒いだりする方が好きだったりするじゃないですか。羨ましい。毎年もそんなことができて、うん、羨ましい、羨ましい。そうです、うん、じゃあ、そんなことでまたこれが実際やってますねこれが小学校、うん、うちの小学校です。そうですね、うちの小学校桜有名ですもんね。ああそうですよね、うん、美しいです。ここでみんな留学生と、それから日本の学生もおられますよね。あ、日本の留学生もいます、うん、あの真ん中 の、 あのエリーさんが日本の留学生で、うん、日本の学生、日本の学生で日本人の学生で、はい、いろいろなあのイベントとか企画して、そう作ってくれました。へえ、すごいな。国際交流サークルみたいなのがあって。あ、そうですですか。へえ、いや楽しかったですか、この楽しかったです。日本流のこのお花見っていうのは。あ、そうです、楽しかったです、うん、そしてあの団子も食べました、うんうん、ね、いやすごいね、こういうのがねやっぱり大事な日本の文化でもあるんですが、これはまた桜がないけどなんか飲んでませんか飲み会です飲み会お酒ついに出ました、日本の文化、飲み会を持って帰ろうという、これはどこなのかな、に大学の近くの、大学の近くです、お店。そうです、うん、名前か覚えませんけど、うん、楽
楽しかったです。楽しかった。日本人の学生と留学生、うん、みんな一緒に一緒になってね。どうですか、ムーンさんはお酒は飲みます？弱いです弱いです弱いです。ちょっとだけ飲みますけど、うん、何が好きですか？ビール。あ、やっぱりビールの方がいいと思います。ビールの方がいい。そう。日本酒はどうですか？日本酒は何回も飲んだことがありますけど、うん、ちょっと私にとってはちょっと強いと思います。あ、強いか。やっぱりちょっとこう優しいお酒がいいよね。酎ハイとかね。あ、やっぱりビールやっぱりビール将来飲みますよムーンさんね、絶対飲んべえさんになりますよさあ、そしてこれが、あ、またすごいな、いけばな。あ、いけばなです。うん、いけばなを学校で勉強している。そう、うん、国際センターがそんな授業があって、うん、なんかいけばなも日本の伝統的な文化の一つで、そして、ちょっと経験したいと思って、うん、その授業を受けました。すごいね。やっぱセンスありますね。こうね、yeah. うん、あ、やっぱり先生の作品が素晴らしいと思って、うん、自分実際に自分で作ってあまり美しくないと思います、うん、いや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 、そんなことないですよ。だってこれほらほんのさ、そんなに長い時間じゃなくて、ああ、短い時間の中でやるんでしょ。すごいな。ありがとうございます、うん、おっと、これはまたなんとなく分かるような気がするんですが、だいたいこういう流れでいくと、これは花火でございますね。そうです。これはどこの花火を見に行かれました？長岡です。長岡、うん、有名ですよね。有名ですよ、日本の三大花火。そう、ね、どうでした？素晴らしいおめでですフェニックス見ました？ダダ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 ダの花火、超びっくりしました、ね、その時みんながおー、そういう感じ。うん、ね、日本は夏といえばね、やっぱ花火というイメージで、やっぱりでもこうやってみんなで、ね、花火を見るっていうのはすごくいい文化だと思いますよね、うんうん、花火は本当にね、こう儚いからいいんですよね。パッと光ってパーッと消えていくっていうね、もうその時が美しい。そうですよ、うん、さあ、そしてこの新潟、これはあれですよね、ショートトリップをしたっていう中でのことかな。いちご、いちご狩りです、うん、いちご狩り、そうですよね。国際センターのイベントで、うん、新潟一日ツアー、新潟一日ツアー、そう、その時いちご狩りに行きました。いや、でもどうでした？いちご美味しかった？美味しかった。そしてミルクと一緒に食べるのは初めてです、うん、あ、そうですか。そう、中国では砂糖をかける？砂糖もかけない、うん、そのまま？いえ、そのまま。な、果物は果物だけ。あ、そうだ。そうです。そうなんだ。初めて。美味しかったでしょ、あの練乳っていうとろっとしたね、ミルクかけて。美味しかったです。ね、いやね、新潟はいちごも有名です。あ、これはなんかどっかで見たことのある人もいるんですよ。これはブラインさんが作ってくれた、うん、みんな一緒に海辺に行って、バーベキューです。バーベキュー。そう。なんか一生懸命焼いてますね、ブライアンね。そう。ね、このブライアンも。お疲れ様でした。前新潟コンデリングに出ていただいてね。肉焼いてますよ、ブライアンが。そう、素晴らしいすごい、みんなこれじゃあ、彼はホスト役として、ホストとしてずっとやってくれたんですね、パーティーをね。ありがとうございます、ブライアンさんイエーイ、ブライアン一生懸命だな。わ、これまたいい雰囲気ですね。あ、みんなが焼肉を食べて、うん、そして一緒に座って話しながら話しています。そう、うん、夜ね、これ何時ぐらい？真っ暗だよ。あ、その時はこれは夜12時までこうね、こう12時か、うん、ミッドナイトでございますね、真夜中ね。こんな時にやっぱり自分の国の話をこうしたりとか、自分の夢を語ったりするのかな。うん、そうです、そんな感じです、うんうんうん、そしてみんなのなんか言語とかもちょっと勉強してきました。例えばフランス語とか、うん、ドイツ語とか、うん、挨拶くらいちょっと勉強してきました。ああ、そうかそうか。いや、でもこれは貴重ですよね、いろんな国の留学生の方が集まって、 そして少しずつでも勉強してコミュニケーションを取るためのね、そういう準備をしていく、うん、ね、すごいな、楽しそう。俺も今度行きたいな、これも行きたいな食べ物もそうだしね、この女性たちのパーティーね、女子会ですね。女子会です。女子会ですね。懐かしいな、ね、うん、これはいつ頃の写真ですか？これが多分7月かな、うん、あ、その時オーストラリアの友達の家でステーキパーティー、うん、
自分で作りました。これぞ本当の肉食女子会ってやつですね肉食の女子会、ね、肉食の女子会です ね、 そうですね。こういう時に出る話ってどんな話が出るのかな。やっぱり女性の話女性の話そうです、あの学部のあの子かっこよくないみたいな、そんな話が出るのかな多分かなMaybe でそうです、はい。それではこれはまたチューリップ5000、チューリップ5000かな、うん、そうです、うん、チューリップ祭りの時、うん、素晴らしいあの花がいっぱい咲いて、そうですよね、そう見てびっくりしましたね。これはやっぱりほら色が全部ね鮮やかにこう全部違ってこうレンズを作ってカラーがね本当になんか美しい、ここは見ていただきたいです。ぜひね新潟でたくさんの人に見ていただきたい場所なんですが、さあそしてここもまた見ていただきたいんです。これどこですか？水族館、新潟水族館。マリンピア日本海。そうです。ね、うん、これは今ペンギンを見てるところ。あ、そうです。これはペンギンです。ペンギンですね。可愛い、超可愛い。うん、どうでした？中国とかで水族館ってやっぱりあるんでしょ？中国の時はありますけど、うん、私はあんまり行ったことがありません。うん、動物園もあんまり。そんな近く動物と接する、うんうん、ことはない、うん、あまりないです。そうか。さあこれは、多分大学の近くの砂浜かな。そうです、うん、友達の誕生日の時なんか誕生日ケーキがちょっとかわいそうですけど、うん、いい思い出、うん、ちょっとなんかちっちゃいのがいくつもこうポコポコポコっと並んでるやつですかそうです、そう真ん中にあるね。みんなが誕生日の時は特別だと思いますので、うんうん、みんな一緒に過ごします。いや素敵ですね、こういうのね、こういうパーティーもしてみたいな。うん、さあそしてなんかこれあれだね、うん、ワイルドな感じですね。ああそうですか、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいい。自転車で友達と一緒に、うん、関屋の海辺まで乗っていきました。これはじゃああれなんだ、402号線っていうあの海沿いの道ですね。あ、そうです、うん、じゃああの景色も素晴らしいです、うんうんうん、暑かった、暑かったです本当に、そう真夏、うん、どれぐらいかかりました新潟大学から関屋まで。1時間くらいです。1時間ぐらい、そうです。でもねこれ気持ちよさそうだな。あ、そうですよね、大変ですけど、うん、まあ初めてそんなことをしますので、うん、自分もびっくりしました。私もこれまでできるとか、うん、私は自転車中高の時持っていませんでした、うんうん、そしてあの日本に来て自分の自転車を持っていろいろなところ行きました。楽しそう。まだいろんなとこね、これから自転車で行けるといいですよね、はい、あ、さあこれはどこですか。佐渡、はい、そうですね、あれは小野亀かな。あ、そうです、ね、有名ですよね、うん、ここはね海が綺麗なんですよ。そう絵のように美しいです、うん、ね、水も透明だったでしょう。そうすごくいい場所でキャンプ場が近くにあってねすごくいい場所です。さあ、うん、こんな風に新潟のいろんなところを回ってられるんですが、さあ出てきました。面白い、これは本気社長Just married. そう、真ん中の、冗談です。いや、そう、真ん中の子、Just married とかと思いましたけど。これ、オーストラリアの友達、うん、いい友達です。そうですか。冗談、Just married。ねえ、Just married。でも、下に病気って書いてあるわ。下のプレートが病気になってるところがね。あ、見ない方がいい、あれ、病気とか。うん、これも佐渡ですか。うん、佐渡です。そこで、2日間過ごしました。2日間、それは、キャンプとかじゃなくて、どこかのホテルかなんかで、こう留学生でみんな、うん、で旅行する。そうです。楽しそう。これも日本の友達が連れて行きました。うん、あ、そうなんだ、うん。これはもっと楽しそう。あこれ何だろう、パトちゃんね頭抱えて、これ何どこに入ってんのこれ、うん、この建物の中で、うん、そんなことがあって、うんうん、そして友達が、あ、面白い写真を撮ろうか、そして、あ、そうかそうか、これはわざと撮ったんですね。あ、わざと。あ、僕はそんなに一人ではありませんよ。私は僕はね、てっきりねパトちゃんが悪いことをして、お仕置きを受けてるのかと思いましたへえ、楽しいな。ぶどうだ、うん、ミッキーマウスみたいに見えるねミッキーマウスの。美味しいです、うん、あ、これは新潟ですか。新潟です。新潟の、新潟は本当にいろいろな美味しい果物がありますよ、ね、うん、ああ、そこそこ。
ムーンさんが新潟で一番美味しいなと思ったのは何？果物でも食べ物でも普通の食事でも何でもいいんですけど、多分やはりお米です。有名です。ありがとうございます。お米ですよ、皆さん。新潟のお米ね、お米やっぱり違う。新潟のお米が全国でも有名ですよね。有名です。中国の時も聞きました、うん、あ、そうなの。そうです。やったお米たくさん、うん、食べてくださいね。はい、はい、お、これもなんか佐渡っぽいな。あ、そうです、ね、この佐渡の時、うん、みんな一緒に記念写真たくさん。この人たちがみんな旅行に行った。うん、留学、そう、みんな。でも友達が大変でした。そんな多いの人を連れて行って大変でした、うん、もう旅行会社勤められる ねトラベルエージェントに、ね、なれます ね。 そうですよね。すごい日本でいろんなところを旅行しているんですが、これはちょっと聞いたところによると、そのいろんなアクティビティ、旅行、トラベルをするための資金稼ぎになんとアルバイトをしていた。あ、アルバイト、これはバイト先上越です。上越、なぜ新潟から上越にアルバイトに行ったの？ただ短期のバイトですので、うん、新潟の近くあまりなかったですので、うん、上越に行きました、うん、旅行のために、バイトしました。そうだよね、やっぱりその、うん、旅に出るための、ね、資金をちゃんとしっかりと稼がないといけませんからね。そうです。さあ、次の写真は、お、これはねどうぞご紹介ください。どこでしょう？すぐわかりますでしょ。わかります。大阪です。大阪ね。みんながその時は、うん、みんながこのキャラクターの前に写真を撮っていると、うんうん、という様子を見て、まあ、私たちも撮ろうかと言ってこの写真を撮りました。なるほど。これがどういう場所でどんな風に有名か知らずにみんなが撮ってるから撮った。そうです全然知らなかったです。ただみんなが撮っていますよ、うん、そしてネットでもよくこのキャラクター出てきますよね。そう、出てきました。このかな、心斎橋の近く。あ、心斎橋か、うん、そうだそうだ、グリコですよ、グリコ、ね、有名ですよね。有名ですね。さあ、そしてそんな大阪旅行で今度は、ユニバーサルジャパン。あ、これが面白かったです。予想、何が一番好きでした？スパイダーマン。あ、スパイダーマン、あれ最近だよね、できたのね。そう、最近なんで、最近ですよね、うん、ユニバーサルジャパン行ってないんだよな。ディズニーランドよりも面白いと思いますけど、うん、ユニバーサルジャパンの方がちょっと大人向け。あ、そうですね、な感じですよね。ディズニーランドは夢のように子供たちが好きですけど、いや、ユニバーサルジャパンね、そう、スパイダーマンね。スパイダーマン、いや、スパイダーマン一番好き、夢です。おすすめね、ムーンさんのおすすめなので、こういう格好も大阪に行ったらしなければいけないというね。これは、うん、みんな初めて日本のなんかメイドとかの格好を、うん、コスプレってやつですね。うん、そうです、うん、そしてプリクラ。プリクラをこれで撮るの？うん、そうです。面白い。そうか、これは、ムーンさんが着てるのはこれは何だろう。あ、真ん中の、うん、ちょっと恥ずかしいですけど、うん、ウェイトレス、ウェイトさん、メイドさんか、あれもメイドさんですか、うんうん、ウェイターさん、ウェイトレス、面白いですよね、うん、そして、いろんなね、そう、プリース、ポリスがいますね。そして、一番左なのも、うん、メイドさん、メイドさん、あと浴衣、日本の伝統的な浴衣も、ね、ちょっと短いけどねちょっと短いですよ。そうですよね、うん、そして、なおかつそして幼稚園の子供よくでもこの格好、あの年頃の女の子がしましたね。はい、よく見えます。あ、そう、このいや、かわいいです。かわいいな、かわいいっていうか、なんかすごい勇気もあるねありがとうございます、はい、おっと、これもっと勇気がありますね。あ、これは、この写真が大好きですよね。この写真大好きですか？大好き。シカとチュウ。シカとチュウですよ。シカチュウですよ。シカチュウ。シカチュウ。ね、ピカチュウは聞いたことあるけど、シカチュウですからね。初めて聞く。これまた奈良ですね。うん、そう。うん、東大寺ミュージアム。シカが有名です。うん、奈良の、奈良に行くのは、実はシカのために。シカを見に行くために？そうです。シカに会うために？そうです。うわ、どうでした、実物の鹿。いや、かわいいかわいい、かわいいです。ねえ、でも夢が叶って、これはまたもう一つ夢が叶ったような感じの。ああ、これは、うん、日本ではなくて韓国のソウルです。行っちゃいましたね、ソウル。うん、行きました。もう新潟にとどまらず、今度海外にまで出かけていくというねそして、あ、ソウルタワー綺麗だな、夜景が
ね、はソウルタワーで撮りました。うん、どうでしたソウルは。うん、素晴らしい、国際的ね。ソウルの何が一番楽しかったですか。楽しかったのは、うん、キティちゃん、あ、これも一部分ですよ。うん、はあ、いやすごいね、韓国でキティちゃんに、うん、キティちゃんに会いました。キティちゃんのおかげで人気で、キティちゃん可愛いですよ、ね、うん、そうか。そして取ってきて、これは何、これ牛乳っぽいんですけど。うん、バナナミルク。バナナミルク、そう、バナナミルク、美味しい、美味しい、美味しい、本当におすすめですよ。でも韓国で、日本では買えるかなと思います、うん、韓国に着いたらすぐ買いました。もうこれもうすごいだね、みんなレコメンドのやつだよね、うん、そうです、すごいな。さて、わあ、これまたすごい女子会っぽい、女子会っていうかなんかすごいパワーを感じる写真ですが、でもなぜ変顔、これクラスの、クラス、うん、前期の日本語のクラス、みんな留学生です。あ、みんな留学生なんだ、うん、女性だけ、女性だけ、すごいんだ。それもまたみんな変顔してるっていうのがすごいですね、うん、先生も変顔していて、うん、超可愛いと思います。先生っていうのはこの真ん中の人ですか。うん、そうです、このど真ん中の人、これが先生。わあ、先生は優しいです、うん、じゃあ楽しいこうクラスなんですね、楽しい勉強ができる、ね、懐かしいな、このクラス、うん、もう変わっちゃったのクラスは、うん、前期とこの日本語 の集中日本語のクラスも、あの授業も終わりました。終わった、うん、あ、じゃあ寂しいね、うん、さあ、そしてですね、実は、今ね、ムーンさんはこの10月の1日、うん、10月1日がなんとお誕生日だったと。あ、そうです、12歳になりました。ちょっと待って、12歳はないでしょ、12歳は、今、あ、いや、22歳、そう、いや、日本語はやっぱりまだまだですよね、うん、まあ、12歳になったらいいなというね、12歳だったらいいなっていう感じ。いや、まだね、22歳なんて若い若い。いやでも素敵だな、うん、こうやって。さあ、そんなムーンさんですけど、今日本語を勉強されていて、僕2つのことをね、これからムーンさんにお聞きしたいんですが、あと半年のこの新潟での暮らしの中でこんなことをやってみたい、あんなことをしてみたいっていうのが一つ、それから、今勉強している日本語を今度ご自分の将来にどうやって生かしていこうか、この2つだけ。はい、まずやってみたいことは、うん、やはり富士急に行ってみたいと思います。絶叫系、そして総合病院、怖い総合病院のお化け、お化け屋敷。あれはとても有名です。うん、ちょっと行く、うん、やってみたいと思います。うわ、そういうの好きですか、ホラー。好きではありませんけど、挑戦とか、挑戦、ね、チャレンジ、すっごいな、そのチャレンジが怖いやつにチャレンジする、ね、うん、そして、将来については、うん、今日本語を勉強していますので、やはりこの後も自分の日本語力もちょっと活かしたいと思いますので、うん、多分中国に戻って日本日系企業とか、うんうんうん、という仕事をつきたいと思います。そうだね、日本語をやっぱり勉強したのを生かして、日本と中国のね、架け橋になっていただいて、で、僕らも実際に中国のことをあまり知らないこともたくさんあって、実際に行って経験することが少ないので、ムーンさんは両方を経験された立場として、ぜひこう架け橋になってね、もしそんなに橋に なれるなら、まあ、自分も嬉しいと思います。うん、さあ今日、30分ね、ほんあっという間でしたけど、ムーンさんにいろいろお話を伺いました。来週のお友達って決まってますか。あ、まだ決まっていませんけど。そうですね、じゃあ、この後また打ち合わせで、友達がみんな日本留学生も帰っちゃったもんね、いっぱい、実はいっぱいいます。いっぱいいる、多分みんな、うん、誰でもいいですけど、うん、でもいっぱいいますので、いっぱいいすぎて困る、うん、そう、ちょっと困ります、うん、ね、みんな日本語が上手です。あ、本当に。すごいな、俺も英語上手になりたい。ということで、今日ね、30分、ムーンさんからいろいろお話しいただきました。リュウムーン、リュウムーン、ムーンでいいです、はい。
もしも新潟大学の近くでゆうさん見かけたら、気軽に声をかけていただいてもいいですか、皆さんから。お嬉しいですよ、うん、でたくさん友達を作って新潟を満喫していってください、はい、ありがとうございます、ね、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、あの真ん中のカメラに向かってさよならで締めたいと思います、はい、バイバイ、はい、じゃあバイバイ。